太田優斗です。小学6年生です。所属しているチームはいわきアビラーションです。普通に友達がやってて楽しそうだなと思って。小学校入ってからですか？はい。自分が得意としてるプレーとかって？1対1。1対1。あ、ボールをそんなに取れない。一番最初あった時はそこまでやっぱそれできなかったので、うん、技術とか含めて入った時は全くできなくて、うんうん、ただそこからまあ、いろんな意味で本人がサッカー上手になりたいとか、やはりこう目標を持ち始めて、辛いこととかきついことでもこ うまく乗り越えて来た結果が多分その技術が上がっていったのかなっていうのはあります。サッカーのゲームの中でも普段トレーニングで結構きついとか1対1で結構ずっとトレーニングしてるので、きついこと結構あるんですよね。でその中で試合の中でもやっぱ苦しい状況があって、それ苦しい状況で1対1で突破できたりとか、その1対1の中で突破して最後シュート決めたりとか、そういうのはやっぱ強みなのかなっていうのはあります。これからスペインの、ラージョっていう、はい、リーガスパニョラのチームがあるんですけど、そこのチームのトレーニングに参加してきます。ラージョに行って、でコーラルカップ日本選抜の一員として出てもらって、でそこでコーラルカップ終わったらまたスペインに帰って、そのラージョのチームに、日本先発に選ばれてこういう大会に出るのは初めてです。ユートがその各会場、全国でその会場があって、そこに出てそれでセクション合格して。何人ぐらい全部でこう日本全国でどのぐらい受けるセレクトなんですか？相当な中の、まず全国から800から1000人は、うん、パスのスピードも結構速いし、うん、体が強いイメージがある、うん、憧れるのはちょっとミッション。いや、三笘選手。三笘選手どういうところが好きですか？ドリブルがすごくうまくて、うんまあ、何でもできるって、うん、誰よりもうまくなって、世界でもドリブルが通用することを証明します。